SS バンダインに SS バンダインは、アメリカ合衆国の推理作家、美術評論家。本名は、ウィラード・ハンティントン・ライト。名探偵、ファイロ・バンスを生み出した。1888年に、アメリカ・バージニア州に生まれる。ハーバード大学卒業後、美術評論家として、雑誌や新聞に寄稿した。しかし生活への不安や第一次大戦中の、 緊張などから健康を害いし、1923年に神経衰弱にかかり長期療養を余儀なくされる。医者から仕事や学問を止められたため書物を読むことができず、交渉の末、暇つぶしに軽い小説を読むことを許されたが、冒険物や恋愛物を読む気にはなれなかった結果、英国ミステリーに行き着いた。2年間で過去75年間、 二千冊もの推理小説を読破して体系的な研究を重ね経験の浅い他の作家がこれだけ成功するのなら自分にもできないことはあるまいと考えるようになった。これが地上伝半円を描くで語られているミステリー作家としての出発点である。ただしこれは虚偽で原稿が売れず時期になって麻薬中毒となり。 借金で首が回らなくなったためミステリーに手を染めたという説もある。退院後にミステリーをかけ始め、1926年に第一作、ベンスン殺人事件を上司、たちまち評判となる。版元は、スクリブナー社で担当編集者は、エフスコット・フィッツ・ジェラルドや、アーネスト・ヘミングウェイの編集者としても知られる、マクスウェル・パーキンスである。その後、 死去するまでに12作の長編推理小説といくつかの犯罪実話を執筆した。さらにアガサクリスティのアクロイド殺しを国評するなどの評論や世界短編決作集などのアンソロジーなども精力的に発表した。12作の長編すべてに名探偵ファイロバンスが活躍する。バンダインは面白い長編小説を書くのは 一作か六作が限度だろうとしていた。その言葉通り、十二作のうち前期六作、特にグリーンや殺人事件や相乗殺人事件の評価は高い。対照的に後期六作の評価はかんばしいものではない。特に十一作目のグレーシー・アレン殺人事件は映画制作を前提としてヒロインをフィーチャーして執筆されたもので、作風とそぐわないキャラクターが登場する。 また、最終作のウィンター殺人事件は、完成校に取りかかる前に作者が亡くなったため、作風である、幻楽趣味的な言説がほとんど見られない作品となっている。自国の本格ミステリー小説が低迷していたアメリカに、彗星のごとく現れ、以後のミステリーに多くの影響を与えた。以後のアメリカ本格派を代表していたエラリー・クイーンも、 その影響を公言している。現在は、本国では、半ば忘れられかけた存在だが、日本では依然人気が高く、全作品が文庫化されて、版を重ねている。早川書房、HPEB とは、早川書房のポケットブックスを指す。同総書は、世界探偵小説全集、早川ミステリ、早川ミステリなどと名称を変更しているが、同一総書である。 長編現代は第11作を除き、前作がザ・六文字の英単語、マーダー・ケースで統一されている。短編未完成、未発表作品ラジオドラマのノベライズラジオドラマ小説家は他にも数作あるが、日本語未役である。両評論ともに h h クラフトの編集した、ザ・ <The S 1> アート・オブ・ザ・ミステリー・ストーリー、1946に収録されている。ありがとうございます。